大村神社は、長崎県大村市の神社、大村藩の居城であった、久島城の本丸跡に鎮座する。旧社格は、県社。江戸時代後期から明治時代初期に流行した藩祖を祀った神社の一つ。文化2年に、時の大村藩主、大村住正が祖先とする、藤原住友子及びその一族を、五霊宮大明神と称して、領内西大村池田山に創始した神社を起源とし、文化11年には準鎮公を、天保9年には、準正も、準将公として合祀された。その後藩主から、年間祭祀料を支弁される等の崇敬を受け、明治3年には、さらに準鎮、準正以外の歴代藩主9代を合祀して、社名を、常磐神社と改称した。明治4年に、廃藩置県となると、旧藩主と領民との関係が、希薄化することを危惧した大村城下の旧藩士が、発起人となって、旧領民が一体となって祭る神社とされ、同7年に村社に列したが、池田さんは、参拝に不便であるとされたため、荒れ地と化していた、久島城、本丸跡を新社地とすることに決し、明治16年に社地と社名の変更を国に願い出て、同年11月に、社殿造営に着工、翌17年5月に遷座して、鎮座地名による現社名へ改称、翌18年に最後の藩主であった準弘を準弘公として合祀、同年2月19日に県社に昇格した。なお、新社殿竣工までは池田山から三次路町の富松神社へ仮遷座されていた。また、大村神社として発足した当初は、勤労の志が厚いとのことから準弘公を含む現主祭神七柱の霊事のみを本殿に祀り、他の祭神は本殿左に別殿を設けて祀っていたが、大正4年にすべて本殿に合祀された。戦後の昭和30年には社殿地を大村家から寄進されている。本殿前の2本の大村桜は国の天然記念物に指定され、境内にある串間桜は、長崎県の天然記念物に指定されている。大村市。ありがとうございます。